はい、じゃあもう次がですね、ラストの曲です。はい、いつの間にか帰ってきました笹です。どうもこんばんは。ラストの曲です。はい、でラストの曲ですね。今回の、オンスト10周年の、はい、この2ステージあった6組が出たこのステージも最後の曲です。なので本当の最後の曲です。はい、オーラスってやつですね。はい、オーラスなので、はい、まあラストに恥じない曲をやりたいと思います。ラブソングです。友達の結婚式で歌いましたといういわくつきの、はい、はい、ここに、親子連れが多いのであんま効果ないと思うんですけど、結構これ手に取ってくれた人には男女にはいいことが起こるという伝説がありますので。あ、そうなんですか。そうこの間のね、はい、12月のクリスマスここでやったの。このすっごい寒い中ここですっごい寒い中言わなくていいからね。その CD を買ってくれた人が結婚することになりましたっていうメールが結構前に、まあ元々その時決まったらしいんですけどね。それ言うなよ。ちょっと正直で言うものなので、そこは嘘つけない。まあそんな曲をちょっと最後にやってたいと思います。エターナル。これが始まる新しい日々も実は大して今までと変わらずゆっくり二人で歩いて行ける。でも今誓おう本当の愛を君に得た。星の数以上を愛そうと決めたよ。健やかなる時も埋める時もなんて思うだろう。あの夏の日に出会えたことを今では大切に思う。
ものがある忘れずにいてほしいんだよ本当の愛が雪のようにいつか二人に降り積もることを部屋で迎える朝にはもうそばに君がいて駆け引きなどいらない長い道の上でもし二人でいることの意味を忘れそうになったらこの歌を思い出して不採でした。ありがとうございました。はい、素敵なステージを届けてくれた谷山健太郎 with ポップスタイルのお二人に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。本日12時からお届けしてまいりましたこちらのライブステージ、これにてお開きとなります。出演者をもう一度紹介をさせてください。2番手に登場してくれたしほりさん、ステージの上どうぞ拍手でお迎えください。3番手に出演してくださいましたアパオさん、4番手リンさん、5番手マイヨウスケさん、そして6番手締めていただきました谷川健太郎 with ポップスタイルです。宮ヶ瀬商店街主催、企画運営サウンドクルーズ鮮度、それからミュージシャン派遣オンザストリートレーベルで、こちらのステージお届けしてまいりました。オンザストリートレーベルですけれども、今年創設10周年をおかげさまで迎えました。今後ともこのような地域に根ざした活動を続けてまいります。皆様のご支援ご協力よろしくお願いいたします。それでは、この後もお土産食べ物や、引き続き営業しておりますので、最後までお買い物楽しんでいってください。ライブステージこちらにて お開きになります。司会担当1番手トップバッター私と浜坂秀典、トレイン浜坂でした。どうもありがとうございました。出演者の CD、ライブ情報ならまだ若干の余裕がございます。ご協力に参加された方は近くのカウンターへお足をお送りください。I'm gonna go to the hospital.